ここでなんとか先行取れた。一番バッターを回してみたいと思います。いや松永さん最高ですね。落ちるか落ちんか。よし、これ最近外角引っ張ったら飛ぶっていうやつですよね。これお見せできるかな。さあ頓宮選手も飛んでいくと。さあここは先ほどの試合と同じように新人さんを代表。あーそこ落ちたか。さあ8番田口さんとかは代打を送るんですけれども、ここは宗選手から王選手を送るんですけど、ピッチャーによって変えてます。まあ、個人的に藤森さんは左の方が打ちやすいかなと思うんで、ここは宗選手を送ります。よい、いや正面かい。あーダメか。